はい、今回のテーマは磁石を使った音質向上作戦。LANケーブルの高周波ノイズ低減で効果ありというテーマでお送りいたします。次のページ。ネットワークオーディオのノイズを磁石で減らしてみたということで、今回のサマリーです。まず1番目、ネットワークオーディオの音質向上に光LANが大人気。昨今ですね、ネットワークオーディオの世界では光LANケーブルを使ったノイズアイソレーション機器が結構な人気を呼んでいるようです。まあ実際いろんな報告があるんですが、音質向上にかなり影響があるらしくて、実は私も欲しいと思っております。2、その原理は光変換によるノイズのアイソレート。まあなぜ光LANケーブルを導入するかと言いますと、一旦ですね、デジタル信号を光に変換することによって、まあ電磁波系のノイズ、つまり電気的なノイズがですね、伝わらなくなるということで、アイソレートできるというような話らしいです。3、サウンド光さんの画期的なブログ。まあ実はですね、サウンド光さんという方のブログをたまたま拝見することがありまして、まあこれに大きく影響を受けたという話になります。4、電源関係ですでに商品化され人気。まあ実はこの磁石を使ってですね、ノイズを減らすというのはもうすでにいくつか商品化されておりまして、まあその商品化されているのはいずれも電源関係の機材なんですけれども、まあすでに一部ではかなり人気であるという話であります。5、LANケーブルで試したら効果絶大。まあというわけで、私の場合電源ではなくてLANケーブルで試してみたという話をいたします。次のページ。ネットワークオーディオの音質向上に光LANが大人気。まあこちらはですね、メルコさんのデラ、結構この、オーディオ用のナスとして非常に人気なデラシリーズなんですが、こちらでスイッチングハブを発売しておりまして、まあネットワーク、まあ、LAN をつないでいくのにスイッチングハブっていうのはまあ大抵必要になるんですけれども、それをオーディオ用に特化したという製品の一例でして、まあ他にもかなりいろんなメーカーからですね、オーディオ用に光LANっていうのを取り入れたっていう商品が発売されておりまして、まああるいはオーディオマニアによってはそういうオーディオメーカーの製品ではなくて、まあ汎用品、一般のスイッチングハブですとか光LANの変換機材、これらをオーディオ用に導入しているというマニアの報告も最近はよく耳にするようになりました。まあこちらの図面はですね、まあそのデラのネットワークスイッチ S100 なんですけれども、まあこれは光LAN、例えばルーターから来るLANケーブルを光ケーブルにしまして、まあ、このネットワークスイッチで受けると、でここからオーディオ機器につないでいくというやり方が考えられるんですが、まあ画期的なのは、まあ、ルーターの方から来るいろんなノイズ、これを光LANでカットし、まあ、なおかつそれを受けるネットワークスイッチ自体の電源ノイズも、まあ、こちらグラフにありますように、まあ、相当対策されておりまして、ノイズレベルを低くできると。オーディオ機器に伝わってくるノイズは、まあ、相当低いレベルに抑えられるという商品であります。次のページ。そもそもとありますが、まあ、光LANをですね、オーディオに導入するっていう話も含めてなんですが、まあ、デジタルでビットパーフェクトで伝送しているのに、まあ、なんでそういうのが音質に影響してくるのっていう、まあ、まだまだそういう素朴な疑問を抱いている方も多いのではないかと思われます。まあ、あるいはオーディオ機器じゃなくても、まあ、通常ネットワーク機器にはですね、まあ、いろんな絶縁ですとかノイズ対策しているっていうはずなのに、まあ、なんでさらにそこにノイズ対策を加える必要があるのかと疑問を持たれる方も多いのではないかと思います。まあ、続いて、高級ダックはノイズや実態対策されているはず。
まあ、実際にDAC の製品紹介ページなんかを見ますと、各メーカー様々なですね、対策をしておりますので、もう DAC の方でノイズとかも実端も含めてカットされているので、その上に送り出し側の対策っていうのはいらないんじゃないのっていう疑問を持たれる方も多いのではないかと思います。続いて、それでも光LANが効果あるということは？クエスチョンマーク。単純に考えますと、そうしたことが音質に影響あるっていうのは考えにくいという意見の方もいらっしゃると思うんですが、一方で先ほどご紹介しましたように、いろんなオーディオ機器メーカーから対策した商品が発売されていて、まあ、それを実際に使って音質が向上したという報告も多くあるのが現状です。まあ、一体どうなっているのかと、まあ、一つ一つ今回につきましてはそれを深掘りしていきますと、まあ、動画がいくつあっても足りませんので、まあ、現状光LANによって、まあ、効果ありという製品が多く発売されているっていうことは、まあ、多分効果あるんじゃないのかなという前提に立って進めさせていただきます。次のページ、まあ、こちらは YouTube なんですけれども、まあ、YouTube でちょっと検索しただけでもですね、まあ、先ほどのデラの製品含め光LANを入れたら、まあ、随分音が変わったよというような動画がアップされておりますので、まあ、先ほどのような疑問を持たれる方も含めて、まあ、こちらの動画も参考までにご覧になったらいかがかというふうに思います。次のページ、その原理は光変換によるノイズのアイソレート。まあ、原理っていうのはどうなってるのかと。まあ、これ、まあ、あんまり説明するまでもないかと思うんですけども、一旦光にですね、デジタル信号を変換することによって、まあ、ノイズ系はですね、光に変換されませんので、まあ、事実上アイソレートされて、信号だけが伝わるということではないかと思うんですが、ステレオサウンドオンラインさんにですね、オーディオ評論家の土方さんの解説がありまして、まあ、こちらを読み上げますと、光LAN接続をオーディオビジュアル用途で使用すると、接続された機器の LAN回路周りなどから発生する作動伝送ノイズや LAN ケーブルに挿入する外部からの電磁波ノイズなどを原理的に遮断できるというふうに説明されております。まあ、原理的にはそういうことじゃないかというふうに思います。次のページ、サウンド光さんの画期的なブログ。まあ、たまたま発見したんですが、アメーバブログですね、アメブロにですね、サウンド光さんっていう方がブログをやっておりまして、オーディオネタなんかを公開しているんですが、まあ、こちらでダイソーで、まあ、超強力マグネットっていうのを買ってきてですね、これを2つホッチキスで、つなぎ合わせると。実際にはその N 極 S 極ってありますけども、これを N 極同士 S 極同士っていういろいろ試されたんですけれども、まあ、ある方法を取りますと非常にこれがオーディオやオーディオビジュアルに効果があったという話が出ておりました。まあ、具体的にはこちら左に抜粋してありますが、臨場感がはっきり、高音がクリア、スピード感増します、劇的に変わると思います。まあ、さらにデジタルの HDMI、 DAC や映像ケーブルのノイズ除去にも効果。まあ、なんかこれアナログ系のですね、ケーブルだけじゃなくてデジタルケーブルにも効果があるというような話が報告されているのを発見しました。次のページ、電源関係ですでに商品化され人気。実は私これも欲しいなと前々から思っていたんですけれども、電源タップ、それから電源ケーブル、これに、途中使います機器で、A&R ラボの出川三郎さんっていう、これはまあ21世紀電源とかで結構オーディオ界では有名な方なんですが、電源タップを発売されておりまして、まあ、さらにアコースティックリバイブさんとコラボ商品として、それを電源ケーブルに挿入するという装置も発売されておりまして、まあ、下の方がアコースティックリバイブさんから発売されている
MDK ユニット単体とありますけれども、ユニットだけで238,000円税別とありまして、まあ、両方とも数十万円する装置なんですが、まあ、かなり効果があるということで、すでに実用新案も登録されて商品化されているという現状があります。次のページ。まあという具合にですね、まあ、電源ケーブル系ではすでに商品化されているほど、まあ、効果がありそうな話で、サウンド光さんの話でいくとデジタル系もいいよという話なので、LANケーブルで試してみようかということでやってみましたら効果絶大という話です。まあ、やり方はサウンド光さんの方法で、まあ、ダイソーでですね、大型で、まあ、1個110円のものを2つ買ってきまして、まあ、それを切り抜いてホッチキスで留めるだけと。次のページ。まあ、その結果どうなったかという話なんですが、まあ、これは本当にですね、すごく良くなったように感じています。で、まあ、これを入れることによって、まあ、どの曲を聴いてもですね、楽しく感じると、すごく今までよりも楽しく感じているという今日この頃であります。とはいえ、まあ、オーディオでありがちな、まあ、自己満足ブラシーボではないのだろうかと、まあ、私がちょこっとやって試して効果があったよと感じただけの話ですので、これぜひですね、皆さんも実験してみていただきたいと思っております。で、その報告を、まあ、できれば当チャンネルのコメント欄にお寄せいただければというふうに思います。皆さんでこの効果を、まあ、確実なものにしていこうじゃないかという話です。まあ、先ほども申し上げましたが、ダイソーで1個110円で買ったものを2枚ということなので、まあ、あとはホッチキスで留めるだけ、220円でできるという非常にお手軽なオーディオ音質向上策ではないかと思います。今回の動画は以上です。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。それではまた。